せーの、およらメッシュンロイクのマジックショー。はい、こんにちは、世紀のマジシャン、ノリックです。え、何？今日はエイシン君にマジックを披露したいと思います。マジック、マジックです。いや、それこれ普通のコップと紙だよね、はい、コースターですね。見たことあると思うんだけど、うん、コップをコインが通り抜けるマジックやりたいと思います。あー、コインが通り抜ける、知ってるでしょ、うん、うん、こういう今お金が入ってたけどね、うん、コップ以上ないね、うん、普通のコップでしょ、見せちゃんと、うん、ないね。コースターもほら特に異常ないでしょ、異常ないよね、うん、じゃあこれをこう、今100円持ったよ、うん、いくよ、じゃあここに置きますよ、はい、せーの、およらどうですか、100円通ったでしょ、こう、うん、ははマジックの大成功びっくりした、ないじゃん、何も仕掛けなんかないじゃん、ないよ、なんで通り抜けるの、マジックですか、だからわかんないってそれじゃんえ、なんで通り抜けるの、びっくりした、うん、そう、今100円が通り抜けたね、うん、今度は別のコイン通り抜かしてあげようか、じゃあ5円、うん、いや5円じゃダメだな、10円にしてあげよう、はい、じゃあ10円を今度は通り抜けさせるよ、はい、じゃあエイシン君ちょっとアダブラカダブラで向こう向いててください。はい、では行きますよ、はい、今10円持ったよ、行きます、せーの、オラー、マジどうですか、大成功、またわからない、なんでかわからない、ちょっとまた5円やってみる、5円はできないんだな、できないの、5円はできないんですね、できないんだ、はい、このマジック、目の前で通り抜けるミラクルスルーコインっていうのをやりましたね、うん、わかんない、わかんない、なんか仕掛けがありそうでもない、ない、全くない、わかんないでしょ、じゃあエイシン君もう一回向こう向いててください、100円通り抜けさせますよ、いきますよ、せーの、ファイヤーあれマジで、はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしく、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、よっほー、大成功、まあエイシン君には後で種を教えてあげよう、聞きたい、ちなみにこの髪の毛はね、ホスト髪の毛、ヒロシです。